静岡県道60号南アルプス公園線は、静岡県静岡市青井区昼井戸と、畑、丁第一ダムとを結ぶ、全長7 4 3キロメートルの県道である。昼井、私から、日向までは、静岡駅からのバスが乗り入れており、その奥の湯の島温泉までは、わらしな地区、デマンドバスへの島号が1日に、往復運行されている。しかし、大間から、 笠張峠の区間は整備が進んでおらず、道幅が狭く、この区間の路線バスは運行されていない。同区間は2015年7月現在長らく通行止めとなっており、国道362号上にある分岐案内標識でも、伊川の文字が消されている。笠張峠以北は、静岡市北部の伊川地区と南部の市街地とをつなぐ道路として多くの車両が往来する。 また、西山大来北は、静岡市北部の唯一の道路である。畑、定第一ダムより先は、南アルプス国立公園の区域内となる。ダムの延庭を渡って、しばらく進んだ場所が本領線の起点となり、ゲートと駐車スペースがある。その先は、東又林道に接続しており、ここから先は、マイカー規制がかかっているため、一般車両は通行できない。畑、 丁大一ダムまでは静、鉄ジャストラインバスが運行していたが2008年5月31日で廃止となり、代替として静岡市の以下は畜地州運行バスが運行されている。特に畑、丁大一ダムに近づくにつれところどころ、道幅が狭く、細かな落石等が多い状態であり、2019年現在も要所で改修や拡幅工事等が、 断続的に行われている。当器はタイヤチェーンが必要となる。山梨県道37号、南アルプス公園線との関連はない。起点付近に川ダムの日下大場も県道に指定されている終点から順に。ありがとうございます。